皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、三重県さんとの観光 PR のコラボで今伊勢に来ております。三重です。三重県のバリアフリーツアー紹介で前半は伊勢神宮の参拝を行いました。また後半はハンザディンギーというようなこういったボートに乗って海を一人でゆったり行ってみたり、あー頭こんがらがる、組紐体験をしてみたり、前編後編には入りきらなかったおふざけショット、面白ショットを番外編でお伝えしていきたいと思います。今伊賀市の方にやってきまして、これからご飯を食べたいと思います。なんだか面白いご飯をいただけるということなのでお願いします。忍者チナシ、はい、そうですね、開けていいんですか、どうぞ、はい、あーかわいいやばい、ちょっと本当で忍者のなんか食べれますって言われたんですけど、こんなにかわいいと思わなかった、はい、あ、すごい、蓋を、はい、蓋を取っていただいて、はいはいはい、で、忍者の顔の上にですね、下の白いプレートをかぶせていただきます。怖いはい、怖いこれ、でひっくり返していただいて、はい、はい、いいですか、このままちょっと呼んでいただいて、え裏表をどんでん返しのごとくひっくり返すべし、ね、今ここですね、はい、はい、次その4です。伊賀忍法忍者チラシと唱えながら器から軽く、こういうことですか、はい、そうですね、いきます。伊賀忍法、恥ずかしい、伊賀忍法忍者チラシってこれことですか、はい、そうです。で、ゆるりと真上に蓋を上げ、はい、余すことなくいただくべし、はい、では、いきます、オープン、ちら、あーすごいすごいぎっしり詰まってる、はい、あ、美味しそう、なんか普段のチラシにはない具材とかたくさんありますね。そうですね、山なのでここは、はい、あのお野菜が中心に なっています、いただきます。やばい、どこから食べていいか分かんない、ちょっと端から攻めますね崩していいって感じですか。そうです、チラシなのでね、崩していただいて食べていただいて、いただきます。うん、おいしい、おいしい、おいしい、お弁当だからこれお持ち帰りはできない、できます、お持ち帰りが、はい、とか大口注文とかがあの楽しいですね、みんなで忍法、そうですね150個ぐらい行かせてもらったことが、会場で一斉に皆さん150人がこれを忍法しましたうわすごい、かわいい、忍者が、忍者の詰め合わせ、はい、うん、これめっちゃ甘いですね、うん、恥ずかしがっちゃダメ、どこで取ったらいいですか、あそこ行きますよ、ちょうどマスクがね、色は一緒だったあ、まあまあまあ、でも入る？逆光ではありますね。逆光やな。松本零士さんが書いた鉄道、銀河鉄道39の、うん、メーテルなんですか、あれは。メーテルじゃないの？メーテル風のくのいち。あ、くのいちか。メーテル風のくのいち。くのいち風のメーテルか。
ね、見えてる風のくのいち見えてる風のくのいち自転車さんとかたまたま普段もでも走ってるんですよね。ちょっと止まってたので今一緒に記念撮影をさせていただいております。ちょうどピンクでおそろで恥ずかしいここはですね、四日市港海テラスというところでご覧くださいませ。四日市の工場夜景を上から楽しむことができます。さっきの展望台の方から移動しまして、ここは四日市ドームっていう夜景スポットになります。さっきもこもこさんが遠くに見えてたんですけど、今すごい近くに見えてるのと、あと本当に運動場の隣で、見れる場所があるのですごく簡単に近くから見れるのですごく綺麗で気持ちいいですね。だったら小道具使いますか？小道具？すごい、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 ありがとうございます。かっこいい、かっこいい、すごい。あ、お化粧結構重たいですね。こういう感じです。僕はこちらやってるでしょ。誰か戦ってるって感じです。本当にね、三重県ってバリアフリー観光をすごく重視してて、いろんなことができるので皆さんぜひいろんなアクティビティを体験してみてください。詳細は三重で遊びたいっていうあのサイトがあるので概要欄に URL 貼っておきますので、そちらをチェックしてみてください。ということで、本当に楽しい楽しい2日間でした、はい。じゃあこの動画が楽しかったな、良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。